一人を選ぶなら。お、あ、彼女は、彼女は。おじいです。はい、じいです。あんにょんぴよてございます。あんにょんぴよ、あんにょんぴよよ。はい、ということで本日なんですけども、本日なんですけども、まあ、ノーブラン復活ということなんですが、何よ何よ。いやね、あのね、いや復活したのはいいんだけど、正直今の新大久保を多分リー君全然知らないんじゃないかなと。まあもう久々だね。もうね、かなり間空いてるけど、ね、懐かしい俺の街。いやいや、もうお前の街じゃないから。もう何が、もうお前の街じゃないのよ。俺らの街だったじゃん。いや、俺らの街だった時代、もうすげえ昔。新大久保といえばノーブラマンみたいな。もう遥か昔よそれ。もう今は、あ、そうなの。今はここね、レボちゃんの時代ですから。また今は多分リー君よりは俺がちょっと。そうなんです、今まさにちょっと新大久保といえばレボちゃんっていうことになってるんですよ。これなしか声もでかくなったもん。声でかくなってる。あ、ちょっと、あ、リー君結構なれなれしてたよ。リー君イケイケなんですよ。リー君、あの、私あの時のカキじゃないから。今はちょっと、あ、何言ってんだ。そんなね、俺らの新大久保の街を、はいはい、そんな簡単に乗っ取れるわけじゃないからさ。それがね、どうしたジェ。いや、ちょっとね、いや違う、もうあれからしてたじゃん。あれから時は変わったら、もう俺たちが、俺たちと行くっつったらもうついてくるような時代じゃないのよ。今はもうこいつの天下なのよ。まさかまさかね。そうなのよ。いや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 、なってきもちゃん、きもちゃん、こんなだったよ。こんな、まあ可愛いやつだったよ、うん、こんなな。あの時は私が自信がなかったんですよ。リンクの前で一応立ってたら、あ、あ、本人って作って、今違うか。こいつの垢抜け方怖いんだけど。ということでですね、本日はまあ俺負けてほしくないんで、ちょっとここら辺ではっきりさせたいなと。しましょうしましょう。全然全然。何やの。いや、行きましょう。題して新大久保レボちゃんリー君知名度対決。出た、やってたね、やってました。まあ俺たちおなじみの知名度対決なんですけど、これね、全国だったら分かんないよ。ただ新大久保に限りは、はいはい、さすがに負けんよ。さすがに、さすがに新大久保は、はい、私絶対負けない気になります。今トロフ何ですか。あ、トロフ社行く。あ、トロフ社行く。あ、トロフ社何、何、何、今何人。3、減った、減った、40いってたよね、本来。40ぐらいはあったかな。まあまあ、でも今はごめん、30、33ぐらい、3ぐらいかな。3万人ぐらい解除されたんだけど、ちょうど今私がリーク乗り越えたみたいな、この越されたんだ今、その瞬間です。ちょうど俺休んでたから、休んでたからね、休んでたから、休んでたから、ついにテコちゃんに負けたリーチ。煽る煽る、煽っております。あ、リーク後で見たら分かる。ちょっと待ってね、見てみたら分かる。じゃあ何、はい、俺らがどっちが新大久保で認知度があるか、認知度があるか、シンプルにガチで対決していただきたいなと思っております。勝てないでしょ。いや、まあ、まあ俺もそう願ってますよ。俺でも、俺ボムちゃん抱いたことあるよ。デボちゃん好きっていうボムちゃんに抱いたことある。大丈夫ですかこれ。もうね、全然。あ、もうもちろんネタだったら分かるけど、大丈夫ですか。ネタじゃない、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 ガチガチ。ああ、ああ、デボちゃんと一緒。あ、怖っ。あ、違う、本当に違うから、皆さん本当に違うから。ネタネタ、あ、もうリー君分かるんですよ。ネタネタ、あ、違う違う違う、あのね、デボちゃんと言ってて、ボブちゃんも言ってんだよ。ギャン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 、行きましょう行きましょう行きましょう。ということでやっていきたいと思います。行きましょう。絶対リー君私のことを、あの、それ認知、たまたまなんだよね。たまたま絶対真似したことだから、私のこと。私最近デボちゃんのルックを見て、あの、あ、デボちゃんと似てるようにしてみようかみたいな。絶対ですよね。大丈夫、全然見てないから。ということで今回のルールなんですけど、まあ声をかけられて、まあ名前をね、うん、ちょっと言ってくれた人をこう、あの、集計していこうと思ってます。僕集計していきますんで、はいはいはい、ガチでね。こんにちは、いじてん、いじてん、行くぜ、行くぜ、本命や。ちょっと一回ちょっと行った方がいいんだ。多分気づいてないだから。ちょ、どうですか。マスクかな、マスクかも、マスクかな、マスクか。ちょっと、こんにちは、あれ、こんにちは、あれ、似てる。どうも、どうも。なんで先輩、先輩いんのに写真撮ってる。ちょっと、ま、待たせてんの、待たせてんの。
成長だな、パンサが成長だな。雨だから、雨だからかな、もしかして。ちょっと来てください。もう大丈夫、大丈夫、2人楽しんで。うん、大丈夫、大丈夫。はい、2ポイント。誰だか分かります？あ、リグ、リグ来ました、ありがとうございます。あ、取りました、取りましょう。よく気づいたね。やったやった、知ってます。あ、私ってますか？知ってます。名前出てこないんだ。名前出てこない。残念だから。うん、よかったよかった。ありがとうございました。今でも非常にいい勝負ですね。はい、私2対1だね。2対1でございます。はい、でもお前こっち歩けよ、お前。通路が歩いたらそうなるわ。行き出すか。ありがとうございます。アリ君来ました、2点目。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しんで。ありがとうございます。無視されてる。これ2対2。うっしょ、これ2対2でございます。あと俺分かったかもしれない。あのさ、やっぱさ、俺ってちょっと力ありがたいキャラなのかもしれないね。話しかけづらい。みんな気づいてはいるんだけど、そのたやすく声かけられない。あ、そうかそうか。安売りしてるじゃん。安売りってなめられてんのよ、デブは。あ、違う。あ、デブならみたいな。正直、話しかけやすいのはリー君だから。キラクに話しかけられるオッパーじゃん、正直。オッパー。あ、ワイカーみんな、カモンカモンじゃん、一枚。あれは、あんたこんな、ってやってた。あとで、負ける状況を、だってさ、こんなことやるとさ、ただ、するために、言い訳してるんですよ、皆さん。だから、それ、リーから、それかっこよくないの、後で、勝負考えるから。オッケー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 。無理やりの声かけるな。無理やりの声かけるな。誰も知らんかっただろ。マスクつけてるからさ、さっきナンバー男ですって、こんにちはみたいな。誰も知らなかったですよ。知ってんの？さっき困ってた。自分から話しかけた。待たせえよ、お前。誰も知らなかったの。違う。エシャクが来たから。あ、そう、私たちから声かけるため、これからため。自信ありますか？されたらさ、あ、自信ないよ。2対2です、今現状ね。いい勝負ですね。はい、いい勝負してること自体がもう嫌だもん。ちょっとね、なんかやっぱ知ってる人ちょっと少ないな、なんかもう。さ、リコ、花見しないで。花見しないで。はい、かけるなって。だからかけるなって。さっきって、ああ、リー君って、今ここに自分で名前言うのなし。自分で名前言うのなしで、皆さんちょっとせこいことしないでください。スターはね、堂々と勝負してる。ずるいずるい、それ禁止。私、もともと息するとき声出るっけ、お前。嘘だろ、お前。ユーチューバーですか？はい、一票。怖い。ユーチューバーですか？ユーチューバーですか？ノーカウント。これ恥ずかしい。これ俺やん。ちょっとリークですか？出たからですから。ユーチューバーじゃん。まだ。じゃあ、あれ、俺の表でいい？あ、チェイだ。仲間にならない。ノーカ。ユーチューバーですかって。名前ユーチューバー。さ、全く。あれ？こんにちは。デボさん。デボさん。いつもお世話になっております。こんな3ポイント。ちょっと待って、リク手元混ぜられたよ。これ点数何になりますか？待って、お前自分のファンだと思って行ったの？ねえ、先に覚えたの？ありがとう。先に覚えたの？ありがとう。でもちゃんと聞いたから。お前は話しかけるね。ダメです、すいません。ありがとうございます、すいません。行くよ、もう。
頑張ってください。ちょっと待って。さっきに呼ばれたのは私ですよ。いや、でもね、さっき聞いた、自分で聞いたじゃん。どっちですかって聞いたの。ひどいね、今のは。ひどいね。ちょっと聞いてみて。あの、T さん。はい。先ほど私たち男前として何と約束しましたか。はい。誰が先に呼ばれるか。それと、そう、さっきのは絶対顔だ。テーブハウス、テーブハウス。これは、女の子だったらリー君でしょ。身長高いし、顔かっこいいし。違う。だから、勘違いしたんだって。誰をもっと知ってますかじゃなくて、誰がもっとかっこいいですか、誰がもっとかっこいいですかだったんだって。誰お前。ほんとに。喋れない。3番目しましょう。リンチドはさっき私だった。なんで急に割り勘になるの。ちょっと待って、リー君、なんで認めない。私から言われて呼ばれてなかった。なんか自分がさ、お会計払おうとしたのに、違う人のこと好きって言ったら割り勘って言ってるようなことだよ。それはダサいよ、お前。オッケー、ティーさん、はい、本当に誰から呼ばれましたか、言ってみて。誰から呼ばれたのレボちゃんだけど、でも聞いたじゃん、自分で。どっちですか。あの、だから、うん、どうも、撮影してます。ちょっと待って、だから、ペース待たせてどう。今、誰に気づきました。レボちゃん。ありがとうございます。 YouTube 見てます。ありがとうございます。ありがとう。これからも、ちょっと待って、写真撮らないといけないからね。ちょっと待ってね、リー君、ちょっと待って。安売りがひどいわ、もう。いや、まあね、これも、れっきとしたデポちゃんファンですから、こちらは。こんにちは。来た。サラちゃんのお兄ちゃん、名前は？私も見てた。私が使ってるパックまで勝てる。わあ。お金使ってんだ。これは。コウチちゃんじゃないよ。マット君と最近のやつじゃん。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。またね。ありがとう。気をつけてね。ここ来たの悪いよ。俺ああいうね。今なんて。俺もああいうどっちつかずの女が一番嫌い。今ごめんなさい。まだリーグのがあの勝ってます。こんにちは。いつも手振るのなしじゃん。手振るのなしじゃん。気づいてくれたから。手振るのなしじゃん。デボちゃんですよね、ほら。違います。デボちゃんじゃないです。ちょっと待って。わかりました。誰をもっと先に気づきましたか。デボちゃん、ありがとうございます。せいです。ありがとうございます。ちょっと聞くのがある。誰をもっと先に気づきましたか。いや。じゃあ、気づいたのは私からもしてる。気づいたデボ様まで。デボ様。
ちょっと待って、あれを僕は先に気づきましたか。お前自分からファンスタ行き過ぎなんだけど気づくのね。決めてください。はい、リー君、リー君気づくの。デモ様、あ、デモ様、ポムちゃんは、ポムちゃん、お前、自分のファンタでお待ちじゃねえけどかな。今どんな気持ち、今どんな気持ち。ありがとう、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 ありがとう。ああ、デモちゃん、ちょっと待って、リコン、リコン、私も、リコン、私も、大丈夫、デモちゃん、無条件デモちゃん、デモちゃんだ、デモちゃん、ありがとうございます。素晴らしい。いや、やっぱね、なんかさっき見た、あ、リーコどこ行った。リーコちょっと休憩、休憩。私も動けない、あ、動けないから、とりあえずかく、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 かくろ、かくろ。あにゃーん、あにゃーん、ありがとうございます。ありがとう。今ノーカード、今ね。いや、リーコ行ったら私絶対勝つのね。はい、ということで、はい、中間結果ちょっと発表したいと思うんですけど、今のところね。そう、今のところ、まあ、正直結構どっこいどこなの。そう、いや、そう、あ、ちょっと、いやいや、もうこれ、だってさっきの3人とか入れて、なんだかんだデボちゃん入り口だけど、デボちゃん入り口だけど認めるよ、ほら。そうね、だからでもまあデボちゃんもさっきファンいたから、もうちょっとだけ行ってみましょう。ちょっとまだ、まだ難しい、ね、そもそもね、うん、やっぱり新大久保での感触はこんなもんじゃなかったからさ、パニックだったから、あ、今日大丈夫かなと思ったんだけど、やっぱ時の経過は感じるね。時の経過ね、ちょっとね、実はタイムラグあるよな、うん、ちょっと、うん、まだね、ちょっと本気出してるから、ね、鳴らしてるから、もっと感じると思うよ、もっと感じると思えば。行きましょう。あ、森兄さんげ、兄さんげよ、その森さんげよ、姉ちゃん、お人いないから。女子高生、若い子の世代どうなんだろうね。こんにちは、リー君です。おー、来たー、リー君です。知ってる、こんにちは。いい、黙って黙って黙って。名前が、あ、名前わかりません。ボボボボボボね、ボリョウちゃん、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 自分でね。いや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 、自分で名前言う。まさかの、まさかの、まさかのそっち、リョウちゃん、私、この間ゲティックトックまで見てる。あ、そう、こっちの人はやってますね。こっち2人は YouTube 見ないっていうことで、今さ、ちょっとさ、デモちゃんとさ、知名度調査してて、あいっしょ、 YouTube 見ないっすね。ありがとうございます。 TikTok ね、そうなんだよ。ありがとう、楽しんでる、そこには気をつけろ。はい、気をつけてね。 TikTok やろ。いや、これやった方がいいね。お前いつから結構やってたの。俺ですか、うん、あんまり立てないですよ。半一年も立てないですね。ちゃっかりしてるな。一年は立てないし、ちゃんとやってますから。そういうとこ抜かれないよね。抜かれないです。あ、 TikTok やってないんだ。 TikTok やろう、うん、でもさっきのさ、デボちゃんのファンとは言えないけどね。もう情報いっぱい与えた後にやっとみたいなさ。絞り出したり出たから、ね、絞り出してのやつだから。ほら、なんだっけあの人、ほら、そうそう、あの人っていうね。そうそうそう、あの多分ね、濃さが違うんだよ、ね、多分 TikTok で一回通っただけなの。一回通って、あ、 TikTok 秒で撮りながらデモちゃんって覚える。なんか変なやついるなっていう。あ、いい、お前こうやって言ったらさ、これとあれなんだけど、デボちゃん、デボちゃんね、ここにもいるんだけどな、本物が、ね、一回通り過ぎるね。ありがとうね、気をつけて。喜んでおります。写真撮りますか。あ、いいですよ。すごい、ああいうやつもいるんだね。また活動頑張ってね、リコ。知らないよ。まだね、まだこっからだから。あ、まあ一旦ちょっと新大久保の駅までゴールに。はい、じゃメニュー見てる、だからメニュー見てる。こんにちは。
デポちゃん来ました。やっぱりトモちゃんってみんないい子しかいないわ。あ、そうしますか。ガッティー、ガッティー、あー、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、妹がいる人でした。ああ、めちゃめちゃですよね。ああ、で俺の名前わかんないんだ。これちょっとお腹痛くなってきた。すんげえお腹痛くなってきた。大丈夫、お腹痛い。ああ、リー君お腹痛くなってきた。名前言ってるやん、お前自分で名前言ってるやん。お腹いてー、せっこ、こいつら YouTube やってるリー君、お腹いてー。YouTube やってるリー君なのにお腹いてあー、やっぱり、うん、今日どこいないじゃん、このパターンね。あー、お腹痛、リー君お腹痛。待って、YouTube やってるリー君お腹痛い。ガッティのお兄ちゃんのお腹痛い。あ、ちょっとスルー止まります。気をつけて。よし、いいですよ。いやー、ファンなんですよ、ファン。あ、男性票。デボ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 。男性票。ちょっと邪魔だからちょっと。1、2、3。5票でいい、5票でいい、5票追加だね、これ追加で。あ、デボちゃん、デボちゃんもね、今デボちゃんも今。さあ、ということで終わりました。いやー、盛り上がりましたけども、誰、まあ、ちょっと集計の結果で言わせてもらうと、覚えてないんだよ、まあ、ちょっと俺もよくわかんない、忘れちゃったんだけど。お前集計してない、忘れ、なんで忘れてんの。デボちゃんです。ちゃんとチェック、チンキ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 、はっきりして、はっきりして数字出して、もう体感力、数字出してごめんだけど、数字なくても分かるじゃん、カスで、カスで分かるじゃん、漢字でということで、新大久保頑張ります。今回対決はデボちゃんということにさせていただきましょう。あれだけど、まあまあでもすごいね。いや、すごいよね、すごい。まあ、俺もさ、ちょっと今日さ、久々だったから、はい、いいでしょ、こんなも初回は。まあまあまあ、こんな1回目はね、そう、いい、あげるだから、ディフェンスしな、頑張ってディフェンスしな。ディフェンス、リコ、私の LINE 持ってるでしょ、うん、コラボを引っ掛けたら、連絡してますOK? あー、連絡して J、なんかごめん、いや、うん、まだまだよ、こっからよ、なんか、あんた、頼りなくてごめん、あんたまだまだこんなもんじゃないよ、こっから、こっから行きましょう、次勝つわ、うん、すまん、あれずるいじゃん、なんか、あれなんか、怪しいフェロモン入ってないですよ、あー、これが、あの、こっち来てみて、せい、こっち来てみて、帰ってみて。あ、なんかいい匂いする。あと、トキトキする。すごい。トキトキするでしょ。うん。リー、これ聞いてみて。シャバい。帰ってみて。トキトキするでしょ。なんかやらしい匂いするね。ね、なんか、エロいフェロモン出してるね。変なの入れてる。これが何かというと、女の興奮させるやつ。あ、違う。女の子が胸キュン落ちする匂い。そうね、女の子が言葉がムラムラする、ムラムラする、女の子が、うん、胸キュン分かりますか、日本語胸キュン、うん、日本語分かります、分かる胸キュン落ちる、分かる、分かる胸キュン落ち、匂いなの、濡れちゃうやつだ、これ匂い、この匂い